おはようございます。7月17日腹筋ローラー109日目、ダイエット開始より84日目になりました。いやー暑いっすね。腹筋ローラーもうそうですね、やる前からもう暑い状態なんで、なかなかちょっと奥に、なってきましたね。気持ちがちょっとスッといけない、気だるさっていうんですかね、まあまだこれからまだまだ暑くなって行くと思うと、まあこの先ちょっと続けていけるのか、どうすかね。まあ高校球児なのか、この炎天下の中外で野球やってるわけですから、まあもう体の作りがもう全然違うんでしょうね。まあおじいちゃんはちょっときついっすね。今朝の6時半なんですけど、まあもう外は青空で、まあ私の今ここから見える範囲だと雲一つない、もうピーカンですよね。ああ今日海の日ですか。まあそうですよね、海とかプールとか行く方にはもう本当に最高の天気じゃないかなと思いますけど、暑い、こんな日はかき揚げに盛りそば、カレーにメンチカツもいいっすよね。なんかもうそうですね、頭のまあ中の 80% はなんか今食べ物のこと、アイスいいですよ、ソフトクリーム食べたいですね。小豆の入った冷たいものもいいですよね。まだ朝は、まあちょっと前にご飯食べ終わったばっかりなんですけど、なんかもう頭の中よぎるものは食べ物しかないですね今日は。腹筋ローラーですけど、昨日から、新しいものに変えて、接地面がまあ細いせいなのか、まあちょっと不安定、なので、まあそうですね、自分でこうちょっとその意識して安定させるっていうんですかね。で、腹筋への負荷もうなんかちょっと、やり終えた後の腹のなんですかね、その効いてる具合っていうんですかね、がちょっと今までより、多少なんか方が強いような、感じ、まあ本当感じ程度ですけど、まあそんな感じがしているので、まあちょっと新しい方を、使っていきたいなとは思っています。まあ今日、やっていって4セット目ですかね、やっぱりちょっと、その接地面が細いということで、まあ、バランス崩してちょっと、倒れてしまったんですけど、まあ今まではやっぱそういうことはまあ慣れてきてからはなかったので、ちょっとまあ不安定なのかなという感じはしています。まあ腹筋の裏はまあそんな感じですけど、やっぱりまあ、今私の頭の中はなんかかき揚げ
メンチカツ、まあほぼほぼそれでいっぱいです。またよろしくお願いします。